Hi there, this is Shumi from English Bootcamp. In this video, we're going to talk about American English pronunciation. Pronunciation is very important to improve your English. So I'm going to show you how to work on your pronunciation and brush up on your speaking skills. 皆さん、こんにちは。English Bootcamp のユミです。今日は前置詞のオブのリダクションについてお話ししていきたいと思います。リダクションとかリエゾンっていうのは、こちらのビデオ以外にもね、何度か取り上げてるんですけれども、まあ私たち日本人がネイティブのね、英語を、ネイティブが普通に会話してる時の英語を聞いた時に、なんか、こう、もにょもにょもにょとか、ごにょごにょごにょと聞こえるなっていうね、その原因になってるのが、このリダクションであり、リエゾンです。で、リダクションは本来の音が、こう、前の音とつながったりとか、ちょっと早口になることで、実際の音よりも弱くなったりとか、音が脱落したりする現象を言います。で、リエゾンは、またはリンキングとも言うんですけれども、これは音がつながっていく現象なんですね。なので、大体リエゾンとリンキングっていうのは同時に起こることが多いです。リエゾンすることでリダクションが起きるっていうことがね、多いんですね。で、このリエゾンとリダクションっていうのはある程度法則性がありますので、それをまず理解して、覚えていくっていうことが大事です。で、今回取り上げるこのオブですけれども、まず、オブは単体でね、発音すると、of っていうふうになります。で、これは辞書を引いてみると、辞書の中の、音声も、こういうふうに of っていうふうに、音声も収録されていると思います。でもですね、実際会話で、この of だけを言うってことはまずないので、何らかのね、フレーズの中に入ってきますから、こう、塊でね、言うことが多いので、この塊をチャンクと言うんですけれども、チャンクで言ったときに、of っていうふうに発音されるってことはまずないです。で、どうなるかと言いますと、まずこのね、v の音が落ちちゃうんですね。of の v って音ですね。これがなくなります。バツですね。なので、母音しか残らない。母音の a しか残らないわけですが、この a って音もちょっと弱くなってですね、この、これですね。この小文字の e を逆さまにしたような発音記号。この曖昧母音になるんですよ。そうすると、どんな感じになるかというと、っていう感じになります。あよりもちょっと弱いんですね。となります。で、このオブが直前の音とね、つながっていくんですよね。母音ですから。で、例えばこの lot of ですけれども、lot。この t ですね。t で終わってます。この t と次のこの、あっていうのがつながります。リエゾンします。そうすると、この to が、だみたいに、ちょっと d みたいな、ラリドレドっぽい感じの音になります。なので、lot of ではなくて、ladder というふうになります。ladder ですね。で、よく、チャットとか、歌の歌詞とかに、こんなふうにね、書いてたりすると思うんですね。こんな感じで、lotta って書いてたりします。ladder。これは本当に音をそのまま、文字にした感じですね。ladder, ladder, ladder, ladder ですね。lot of ではなくて ladder, ladder です。で、同じように out of、これも out の t と次の、この of っていうのがつながっていきますから、outer, outer, outer となります。で、このオブのブって音は全部落ちていきます。ね。全部落ちます。落ちます。ブってやらないです。ブって唇をちょっと突き出さなきゃいけないので、その一手間がめんどくさいので、早く喋ってる時っていうのは、そういうちょっと唇を動かす系の音っていうのは落ちやすいです。で、アウダ、アウダ、アウダとなります。これもね、こんな感じで、アウダ。アウダですね。ちょっと見にくいですね。アウダ、アウダ、アウダというふうになります。
kind of、 これも同じくこの D と O がつながって、それから of の would とはもちろん落ちますから、 kinda 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 となります。それから最後 couple ですね。 couple っていうのはこれは2っていう意味ですが、まあ、couple of で二三のっていう意味です。で、カポー、この L の音と、この of、これがつながって、ブーって音が落ちるので、カプラ、カプラとなります。カプル of ではなくて、カプラ、カプラ、カプラですね。随分音が変わるでしょ？なので、これに慣れてないと、lot of と思っているとララって言われると聞き取れないです。なので、この音に慣れていきましょう。じゃあ、ちょっと練習してみましょうか。いきますよ。ladder, outer, kinda, coupler. どうでしょうか？なんとなく、字面と実際の音の間に隔たりがあるので、文字を見てるとついつい lot of とか out of って言ってしまいそうになると思うんですが、音で覚えてくださいね。もう一回いきますよ。ladder.Outer, kinda, coupler. 慣れてきましたか？じゃあ次は文章で練習してみましょう。文章になってくると今度はまたちょっと大変です。頑張りましょう。ではですね、文章で練習してみましょう。まず最初の文章ですけれども、たくさんの人が来ました。A lot of people came ですね。Lot of、 ここに lot of が入ってますね。たくさんの、a lot of people. で、重要なのは、どこにストレスが乗ってるかっていうことですね。で、ストレスの乗ってるところが、イントネーションが上がります。で、少し長めの一拍をとって、ストレスのないところは下がって、少し早いです。なので、ここは lot。ここで上がりますね。a lot, a lot of, a lot of people came となります。A lot of people came. The dada dada done. The dada dada done です。A lot of people came っていう風にお経みたいにならないように気をつけてくださいね。じゃあ次ですね。ここから出ていけ。Get out of here. Get out. この get っていう動詞の t で終わってますから、この後に out っていうこの母音が続くので、get out ではなくて get out, get out, out, out というふうにリエゾンしてください。で、そのままここ the というふうにつながります。get out, get out ですね。the downtown, the downtown です。get out of here, get out of here, the down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  というリズムです。get out of here にならないように気をつけてくださいね。次ちょっと長いですが kind of が来ますね。kinda の前に what が来てます。どんな種類のですね、どんな音楽が好きっていうことですが、what kind of ではなくて、what この終わりの t はストップがかかります。what っていうふうに t をっていうふうにやらないでください。what, what, what で止めます。what kind of, what kind of, what kind of, what kind of music, what kind of music, what kind of music do you like?What kind of music do you like? となります。最後です。数週間前、2、3週間前ですね。これよく使います。で、さっきやりましたこのカプラ、カプラですね。で、カプラの後は、1週間、2週間の weeks が来ますが、weeks っていう S の音と ago、ここがつながります。weeks ago, weeks, weeks, weeks となります。A couple of weeks ago, a couple of weeks ago ですね。数週間前。数日前、2、3日前だと、a couple of days ago, a couple of days ago となります。これよく使うフレーズなので、ぜひ練習してください。a couple of weeks ago っていうふうに、音を全部ブツブツ切らないように、それとストレスのあるところをイントネーションは上げますね。上げてゆっくり下がってきます。A couple of weeks, a couple of weeks, a couple of weeks ago. っていう風に、音をイメージしながら音程を取るようにして覚えてくださいね。では、頭から読んでみましょう。
普通の速さでね、読みますけれども、最初ちょっとゆっくり読んで、2回目普通の速さにしましょうね。1回目はゆっくりいきます。いきますよ。A lot of people came. A lot of people came. Get out of here. Get out of here. What kind of music do you like? What kind of music do you like? A couple of weeks ago. A couple of weeks ago. という感じです。ゆっくり読んでも音はつながりますし、弱くなっているところはゆっくり読んでもやっぱり弱いんですね。なので、速さっていうのは実はね、そんなに関係ないんですね。ゆっくり喋る人でも、音は脱落しますし、音はつながっていきます。なので、リエゾンとリダクションの法則っていうのは、必ず、普通に喋ってる時っていうのは、誰でもこういう喋り方をするっていうのを頭に置いといてください。で、今までロットオブとかアウトオブっていうふうに思ってた方は、今日からラダ、アダ、カダ、カプラっていうふうに、言うように練習してみてください。以上、今日は、オブのリダクションのお話でした。See you next time. Bye!